はい、日本一早い格闘ニュースのお時間です。最初のニュースです。ライジンパウンド・フォー・パウンド誕生についてです。キングカズの次男、息子カズの構わせぬの相手、キングハンター・マソーニこと金玉兄がなんとライジンのパウンド・フォー・パウンドに躍り出ました。素人に気も生やさないほどのミット打ちを披露しました。完璧なカマセ犬中のカマセ犬、パウンド・フォー・パウンドと言えるでしょう。次のニュースです。白川ポテト快挙達成です。朝倉ランドトップチームのポテト揚げ係、白川ダークポテトヘッドアホの子ポテトヘッドアホがなんとライジンにおいて子供向けの教室をやるようです。おそらくポテトの揚げ方、ゼロ円スマイルの仕方を教えるのでしょう。勝手にしてください。次のニュースです。美女ファイターセーラー服を〇〇についてです。我らの可愛すぎる女子高生ファイター須田萌ちゃんがなんとセーラー服を脱ぐそうです。おそらくおにゃんこクラブにでも入るのでしょう。頑張ってください。次のニュースです。 UFC 平達郎悪質ストーカーについてです。明日 UFC2 戦目を行う我らのポンデリングよりも可愛い顔を持つ平達郎選手がなんと悪質なストーカーに追われているようです。自転車に乗っていたところ肌の露出の多いおじさんにストーカーされているみたいです。平達郎選手がシュートされないことを願います。次のニュースです。ドミネーターサトシ雷神から解雇についてです。なんと我らのポメラニアンより可愛い色白持ち肌の平本の蓮君と戦う引率一流企業勤めのドミネーターサトシ選手が一流企業を解雇されたようです。自転車でバイト先に通っているようです。時給650円でしょう。次のニュースです。斉藤豊初スキャンダル発覚についてです。我らの元シュート雷神2冠王者の斉藤豊選手ですが初の女性スキャンダルが持ち上がりました。なんとサウナーになった斉藤豊選手ですがそこに元雷神ガールの我らの庄司ちゃんが匂わせ投稿していたのです。お幸せにしてください。以上となります。ご視聴ありがとうございました。明日朝5時から平達郎選手の UFC 戦も速報動画出しますのでご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。